大和田総七昭和22年1月30日は、日本の実業家。北前船の選手であり、大和田銀行や大和田貯金銀行を創立した。鶴ヶ市立博物館、安政4年2月11日、越前国鶴ヶに生まれた。出生名は、山本亀次郎。父親は、薬屋の山本サブロベであり、兄の山本黒左衛門は、 大和田炭鉱株式会社取締役を務めた。初代大和田総七に見込まれ、初代大和田総七の長女万寿氏と結婚して、大和田家の婿養子となった。1887年、30歳の時に二代目、大和田総七を襲名した。1892年、大和田銀行を設立した。二代目大和田総七は、鶴ヶ港の国際貿易港指定や、 法案整備に尽力し、1899年には、鶴ヶ港が国際貿易港に指定された。1907年、鶴ヶ商業会議所の初代会頭に就任した。1916年、男女報奨を受けた。1945年、大和田銀行は、三和銀行に吸収合併された。1947年1月30日、90歳で死去した。 鶴ヶ市立博物館横にある大和田荘七の銅像2005年撮影1932年6月17日2代目大和田荘七が土地を寄贈した鶴ヶ町役場の敷地内に2代目大和田荘七の銅像が建立された太平洋戦争中の金属類回収例で供出されたが1952年4月には石像として再建された 1989年7月には、鶴ヶ港開港90周年記念事業の一環で、鶴ヶ市民文化センターの敷地内に2代目大和田僧7の銅像が新設され、石像は鶴ヶ市立博物館の敷地内に移設された。なお、子孫に俳優の大和田信也や大和田枠がいる。ありがとうございます。